源氏物語、源氏物語の登場人物宮の五家田具の味方とは、源氏物語に登場する架空の人物。光源氏の弟であるホタル兵部境遇の娘で、ある。母は、髭ゲクロの娘である薪柱、父ホタル兵部境遇の音楽の才能を受け継いでいる。非常に内気である。母がホタル兵部境遇と死別して、 勾配と再婚した際には母に伴って、左大臣家に移り住んだ。宮の味方は直接には、以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。母の蛍兵部境遇との死別と勾配との再婚に、伴って、勾配の家に移り住む。非常な打ち気で、義父となった勾配にも姿を見せないほどであるが、義理の姉妹となった勾配の中の君とは、 一緒に寝たりするほど仲が良い。勾配が自身の子である中の君を二大宮のもの元に嫁がせようとするが、二大宮は中の君よりもこの宮の味方に関心を寄せて文をよこすようになる。内気な性格から、宮の味方自身は二大宮からの文に返事を出そうともしない。母の巻柱は手紙の返事の代筆などをしながらも、 二大宮の多情な性格を思うと、積極的にはなれず、娘は結婚生活には向かない性格だから生涯、独身で過ごさせようかと考えたりしている。二大宮は、アゼチダイナゴンの勾配の味方に文を送るが、このアゼチダイナゴンの勾配の味方については、課長余剰、古月賞、スミレグサのように勾配の実の娘であるとする説と、最流賞のようにこの、 宮の味方であるとする説とがある。なお、宮の味方の名にあたる、スカミ位など、現行の54条からなる、源氏物語には含まれない、す守るなる巻にあったと考えられるいくつかの記述を、含んでいることで知られる、国文献本源氏物語系図では、この、宮の味方は、匂い兵部教場として立候されており、最終的には、匂う宮の妻となったとされていることから、 同系図が元にした源氏物語にはそのような記述があったと考えられる。なお、寿司関連の記述を含む固形図は現在までに十数本存在することが明らかになっているが、この宮の見方が二大宮の妻となったとする記述のあるのはこの国分献本固形図のみである。ありがとうございます。